こんにちは、花井レモさん。30代の、ね、資産1億円は目標としてはすごいいいと思いますよ。分かりやすくってね。そして3億円狙おうが5億円狙おうが1億円がまずは共闘法になってくると思いますので、ぜひね、30代で1億円の資産構築、これは目指していただきたいと思います。その過程でですね、あれ、30代で1億円と思ったけども33でできちゃったかなと思ったら、次の目標を前倒しでどんどんね、手繰り寄せていけばいいと思います。その時に、頭にね、入れておいていただきたいのが、一体いつまでやるのかってことなんですよ。今吉谷さんとのやり取りでもちょうどこの辺が争点になってるんですけども、私はね、ビジネスがもう好きで好きでしょうがないって人間ではないんですよ。結果的にお金がそこにあれば、もしかしたらビジネスやらないかもしれないんですよ。まあ今でこそね、ビジネスのやり割合はかなり落としましたんでね、私の全盛期から比べると 90% くらいビジネスはやってないんですよね。2013年から2017年までは私はもう365日24時間100人見たら100人に対してセールスをしていたんですよね。それこそゴリゴリの人間でしたよ。ネットワークビジネスもしっかりとやってね、その他の考えられる限りのキャッシュインっていうのは求めていました。もちろんリスクもかなり取っていったんですけどね、まあ、その結果最初の3年で1億3800万はできたんですけども、その1億3800万は2015年に全部使ったんですよ。それまでのいろんな、ね、借金とか滞納とか、それから家も買いましたしね、2015年で全部なくなりました。そして2014年、2015年、2016年ではまた別の1億、2億を稼ぎに行ってるわけなんですよね。この辺細かく申し上げると長くなるんで、具体的に一体いつ頃までにいくら稼いだのかってことはね、最初の3年で1億円を超えたってことぐらいにとどめさせていただきますけども、まあその後もきちんとお金は稼ぎ続けたわけですよ。それこそよく言う人の生涯賃金3億何千万とかね、2億何千万って言われてますけども、こんなのがあっという間にクリアですよね。クリアしたからこそ今は隠居してるわけなんですよ。はっきり言って何もしなくても私は生涯を送ることがもうできるんですけども、でもですよ、リスクヘッジなんですよ。体が動くうちにやっておこうかなというところもありますし、学び続けること、ビジネスをし続けること、人の何か役に立ちたいなと思って、困ったを困らない状態にするためのトレーニングをすることによって、私は精神的な資産がね、どんどん増えていると思います。つまり現金があるよりも現金を生み出せる自分でいることの方が大事かなと思ってるんですよね。はい。そしてですね、インターナショナルスクールのこともちょっと語られていましたけども、インターナショナルスクールははっきり言って金持ちしかいないですね、そこには。だから環境が最初から違います。インターナショナルスクールにお迎えに行くときに、まあ何台かね、ちょっとこう よさげな車を見かけるんですけども、それによって大体全体年収が想像できるんですよね。車っていうのはすごいコストがかかりますんで、余剰資金がそのまま現れてますからね。まあ私の想像に間違いがあるかもしれませんけども、まあでもね、切り詰めるような人は来ないです、誰も。その環境がまず違いますね。で、子供にしてみると、じゃ いわゆるね一般の公立高校、もしくは公立小学校、中学校、それから幼稚園、よく言う日本のお子さんが行かれるコース、これはどうなのかなってことなんですよ。その子供たちが将来、じゃあね、役に立つ人材として世の中に溢れてるのか、それとも引きこもりニートになってるのか、いわゆる役立たずになっていくというふうな烙印をされながら、悲しい人生をね、世間から送らなければならない、そんなことになっていってしまってるんではないだろうかと、ロストジェネレーションの世代たる私が考えた時に、いわゆる私の歩いてきた、まあ、幼稚園に行ったり保育所に行ったり小学校、中学校、高校とありきたりのコースっていうのは、実はとんでもないタイムラグを起こしてるんじゃないかなと思うんですよ。つまり私が小学校に入学した頃の未来像としては間違えてなかったんだけども、実際それから20年経ってみたら世の中大きく変わってきて、で小中高としてのね、日本の教育はあまりにも社会ズレしてきたと。グローバリゼーションのこの世の中では使えない人間が量産されてしまったってことなのかなっていうふうに考えた時に、まずはこの選択肢はないなと思いました。そしてインターナショナルスクールに行けば何でもかんでもいいかっていうと、それも分かりません。ただ新しい選択肢に可能性を見出さない限りは、つまりリスクヘッジをしない限りは、もうね、いわゆる近所のたまたま近くにある幼稚園に通わした時点でもう先はないなというふうに思うわけなんですよ。でこれにはね、いろんな事情があるんですよ。まず大きなのはその隠蔽体質ですよね。もう日本の学校、教育機関、教育委員会はまあ信頼できないわけですよ。信用できない。
こんなところにね我が子を預けるよりも、それだったらもうね自分で育てた方がいいかなと思ってます。要するに、まあ、いわゆる学校の仕組みとか先生っていうのは少なくとも私の能力よりは劣ってると私は思ってますね。まあ、まさにその年収だけで測れませんけども、ただ年収としてももう全然お金を生み出すような方がいるわけではないし、そして何よりもね、将来お金を稼ぐ人間を育てれる人は教員の中にはいないっていうこの現実ですよ。 100% いないかどうかっていうと 100% 言い切れないですけども、大半の可能性で、じゃあ学校の先生、ビジネスをしたことがありますか、会社を作ったことありますか、起業ができますか、お客様に自分の力で何かセールスしたことありますか、 YouTube やその他インターネットのスキルってのはありますかってことを考えると皆無だと思います。まさに学校の先生に投資を教える能力もないと思いますし、コミュニケーション能力も教えることがないと思いますし、いじめの解決も多分できないでしょう。ということで私は日本の学校は概ね否定的なんですよ。その中でも久保さんと、私は速稼塾の塾生として教員をやってますと、私の学校だったら私が教えるんだから間違いないですよって方がいらっしゃったら、そこにまっすぐ預けようと思います。なぜなら私の速稼塾に共感している人が教員をやってるところ、これが唯一私が信頼できるところなんですよね。ですからこれからもそういうところは探し続けようと思いますし、もしねそういうお話があればしっかりと検討したいと思いますけども、今のところは私の考えよる限りインターナショナルスクールに可能性を見出すしかないかなと思いますし、それから英語教育に関しましても、もう中学生とか小学生でやったんじゃ遅いんですよね。実際私の世代のほとんどのね同世代、30代40代50代が中学12歳ぐらいから英語をやり始めてるんですよ。場合によっては小学校4年生からやってます。なのにまあ英語喋れないですね、使えないです、私もそうですけども、未だに英語が得意ではないと、日本語と同じレベルで喋れない、これはですね、要するに10歳を過ぎてからやったんじゃもうねダメだってことを自らが証明してるってことなんですよ。ならば生まれた時にまだ言語という概念がない時から英語につけていかないともうしょうがないかなね。家庭でもちゃんと私は英語を教育してるわけですよ。自分でも英語で文字を書く、話す、こういう機会を作っているんですよ。そうでなければ子供に何ら家庭教育は施せないと思ってますよね。まあ、要するにね、親ってのがちゃんと教育をできるそんな人間になってないと、どこの教育課に預ければいいのかっていう根踏みもできない、そして自分の子供に足元教育もできないということになります。これはね、ビジネススクールをやっていても思うんですけども、世の中にあふれている商品をたくさん買って解析したからこそ、どんなものを自分が作ればいいかってことが測れてくるんですよね。だから自分の商品単価はちゃんと上げていけるんですよ。これがだから30代で1億円稼ぐための材料になってきますので、もしね30代でしっかりとビジネスをしたい、お金を稼ぎたいと思うなら、世の中にあふれているいわゆる情報系商材を一つでも買ってみることですよね。買って分解してみること、どうしてこれがいくらいくらになるのか、そしてどういう形でこれを購入した人に価値を提供しているのかってことをやっぱりね分析していかないといけない。そのためには私はね、投資の意味でいろんなスクールを買うべきだと思いますね。これから私はたまたま1個しか買わなかったんですけども、そこがあまりにもね、日本最高峰のレベル、そして、実績を持っていたところで、実際に入ってみるとやっぱ素晴らしい能力を培うところだったんです。いわゆるネオヒルズっていうグループだったんですけども、そのネオヒルズ系の塾に私は、ね、入れて本当に良かったなと思うのは、我が身を持って体験したかなっていうところですね。で、未だにそこのコンテンツは、多分ね超越するところはないと思いますね。で、そういったところに入れたんならまだいいですけども、現在そういうところはないですからね。まあ、ですんで、例えば30万の商材、50万の商材っていうのをいくつも買うことによって、慣れていかないといけないかなってところありますね。だからそれもだから1億円稼ぐための部品になると思いますから、なるべくお金を使わずにとかね、なるべく手間をかけずにっていうのは思うんですけども、でも逆になんかね、こう自分の歩みが整うまでは消費者側でいるってことはね、やっぱり免れないのかなと思っちゃいますね。各私もインターナショナルスクールの消費者ですからね、まあ結構な費用ですよ。やっぱり年間費用がまだ1歳なのに100万以上かかりますからね。
10歳になるまで私1000万子供に投下するんですよ。そしてその他にもコストはかかってきますので、大体2000万ぐらいだと思います。まあ一般のお子さんが成人するまでに親の負担っていうのは、まあ、2000万と言われてますから、私の場合は2倍か3倍くらいかけていくわけなんですよね。お金をかければいいってもんではありませんけども、ただ値切ったところにやっぱりあまりいいものはないのかなっていうところはシンプルにね、認めないといけないところかもしれません。ちょっと言いにくいことではありますけども、やっぱり安いところには安いものがあるわけですよ。高いところには高いものがある、まあ当たり前ですけどね。そしてね、30代で1億円っていうテーマに戻りますけども、やっぱりね、30代でお金のことはケリをつけるぐらいの勢いで、もうそこからはね、40代からはお金なんて全く稼がなくてもやっていけるようにと思うと、30代で1億円っていうのはね、目標としては素晴らしいんですけども、そこでリタイアとか隠居ってことにはならないってことですよね。で、私の場合もたまたまですけど、40歳から始めて43歳でお金の問題解決して、そこからは念のためにお金を稼いで、そしてお金を稼ぐスキルを身につけるために、それからね、2014年、5年、6年、7年と過ごして、それから今は私はお金を稼ぐスキルを新たに身につけるというよりも、身につけたお金を稼ぐスキルを使い倒しているってところですよね。だからインプットなくしてアウトプットしてるっていうことだと思います。ちょっとね、長くなりましたけども、目標を立てるのは素晴らしいことだと思いますし、30代で1億円、それは決して低いハードルではないです。ただ逆に高いような目的でもないです。花井龍馬さんの素養をもってすれば、1億円ごときは30代の前半で楽々クリアすると思いますので、まあ新しい目標はね、走りながら立てていけばいいんじゃないかなと思います。今の時点では30代で1億円の資産を構築、これはね、素晴らしいことだと思います。ぜひね、達成していただきたいと思いますし、その姿を周りの多くの人に見せることによってね、自分でもできるかもしれないっていうふうに思わせていただきたいなと思います。それができればきっとね、あ、もしかしたら短期間で1億円稼げるかもしれない、花井龍馬さんがやったんだからっていうことでね、花井龍馬さんのところにそういったお金の問題解決したい方が増えると思います。なんせ自分の実績を作ることなんですよ。それが説得力になり、お金を確実に作ってきたことが人のコミュニケーションするときにね、何よりも実績になるんですよ。全ての言葉にそれが表れてます。まあよくね、先日もですけども、吉谷さんとのやり取りの中で私、展開って言葉を使ったんですけども、この展開って言葉に反応できる人はもう稼げる人なんですよ。展開っていうのは、人はですね、言葉を自分の人生、例えば10年20年かけて培ったものをたった一言のフレーズにすることがあるんですよ、ね、そのフレーズを受け取った人が、なんだこの言葉って思うのか、それともそれを展開させて、こういうことなんだろうなっていうふうに考えられるのかっていうことなんですよね。松下幸之助さんがね、お金を稼ぐためにはどうすればいいんですかっていう質問に対して、稼ごうと思えばいいんじゃないかってことを答えたんですよ。多くの人は、なんだそれって当たり前じゃないかって呆れたらしいんですけども、稲森和夫さんっていうね、京セラの会長は、電流が走ったと、あ、そうか、稼ごうと思わなければいけないんだっていうふうに思ったらしいんですよ。たった一人だけです、その時に電流が走ったような形を取ったのが。それからの稲森和夫さんは生まれ変わったように稼げる人になったんですよね。だからね、一つの言葉を展開できる人、一つの言葉のサイズでしか見れない人がいるんですよ。吉谷さんはね、私たちのやり取りの中で、アウトプットしながらインプットするってことを私と一緒に繰り返してますけども、花屋玲子さんとのやり取りの中でもそれと似たようなことが起きるんじゃないかなと思ってます。まあね、お忙しい中だと思いますけども、1日1回のやり取りなんで、花屋玲子さんとはね、まあこれからも頑張っていきましょうってことですか。まあ吉谷さんとのやり取り多いですからね、なんか月間で300本とか500本とかになってきますんで、まあ億万長者だなと思いますね、やっぱね。はい、ではね、今回はインターナショナルスクールのことをちょっと話しましたけども、目標設定は間違えてないんじゃないですか。でも39歳までに1億円っていう考えにはなんないと思います。とりあえず30代で1億円って考えたけども、33歳ぐらいには、あ、行っちゃったなって感じになると思いますよ。で、ならなければ65歳まで今の暮らしが続くっていうことです。リタイアはいわゆる世の中の人とほぼ同じということになりますんでね。
それだと美味しくないですよね。せっかくね一人で独立してるわけですから、まあ人よりも早くお金の問題解決はできるように願っております。いってらっしゃい。